抵抗権とは、人民により信託された政府による権力の不当な、行使に対して人民が抵抗する権利、革命権、反抗権とも言われる。君主、統治機構が民衆の信頼、支持を失い、転覆される事態は、古来より、世界中で見られる普遍的な現象だが、圧政に対する一方的服従や、その逆の場当たり的な反乱、混乱を避けるために、 そうした行為を正当化、理論化し、指針、基準を設ける必要性から、さまつなさいこそあれ、こうした概念、理論は様々な地域でおのおのに形成、醸成されてきた。今日、抵抗権、革命権といった場合、近代市民革命の基礎となった、ジョン・ロックのそれを指すことが多い。聖王においては、国家は、キリスト教法思想では、神の前において、 原則として望まれたものであり、一方で国家の権威には、両親の限界があり、抵抗権は、何時殺す中での限界が置かれ、あくまで消極的意味での政治的主張であった。一方で、ゲルマン法思想によれば、明示的契約に反する行為に対する抵抗は、積極的意味で肯定された主張であり、もし君主が法を破れば、臣民は契約上の義務から解放されて、 抵抗の権利と義務を持つに至ると解されていたとされる。イングランド王国におけるマグナカルタ、ポーランド・リトアニア共和国のヘンリク・上皇抵抗権の最も初期の名文化は、ポーランド・リトアニア共和国における国王と議会との協約であるヘンリク・ジョに見られる。黄金の自由と呼ばれる貴族民主主義制度化のポーランド・リトアニア共和国では、 この抵抗権とさらに以前から明文化されていた人身保護特権に基づき合法的な反乱である合素が行われることがあった。市民革命近代においては、ジョン・ロックにより自然権の一つとして提唱され、アメリカ独立戦争やフランス革命の理論的根拠となった。ドイツでは戦う民主主義の実現理念として、ドイツ連邦共和国基本法の基本理念を破壊する。 政治行動に対する抵抗権が明文化されている。ドイツ基本法における抵抗権共産主義革命1977年のソビエト連邦憲法には抵抗権の規定はない。社会主義体制を擁護する義務はどちらにも規定されているが何が社会主義であるかの解釈権は指導政党たる共産党が独占するため人民が現在の体制は 社会主義から逸脱しているとして抵抗権を行使する余地は憲法上存在しない。基本権保障の本質と抵抗権の理論、松本昭越。ありがとうございます。